こんにちは。気になる男シリーズ、更新させていただきます。そこかの6話でございます。今回は205話です。売れる YouTuber の、まあ、ちょっとね、コツをお伝えしようかなと思います。まあ私もね、10年間、この YouTube 活動してきて、様々な方が YouTube を取り組んで、一時期は売れるんだけども、まあ、いなくなっていくわけですよ。で、いなくなっていくペースっていうのが、1年目でいなくなるのが最も多いですね。で、いなくなる理由は、更新しなくなるんですよ。YouTube をやらなくなるんですよ。 さすがにそうなると生き残ってはいけないでしょ。でね、2年3年と続けてるんだけども、やめていく方っていうのは、やっぱりね、出した動画に効果が出ないんですよね。まあその中でも苦戦してるのが、うーん、顔出しをしてない人っていうのがね、ありましたね。で、今回、この覆面 YouTuber タカさんは、顔出しをしてないにもかかわらず、やっぱ売り上げを作ってるわけなんですよ。だからそこが一つの強みになってくるのかなと思いますけども、これから、 顔出しをしないユーチューバーさんが増えていく中で、やっぱりね、売れていけるユーチューバーになるためには、3つぐらいちょっと要素があるのかなと思います。1つはですね、差別化をすることなんですよね。単なる顔出しをしないユーチューバーさんっていうのが増えていく中で、じゃあ、顔出しをしないユーチューバーさんの中で、なんで A さんと B さんと C さんは違う演出ができているのか、そこにどんな魅力があるのか、さあ、これはどこにあるんでしょうかってことなんですよ。ね。 例えば顔出しをしないがしかしものすごくね話の内容がためになるとかねこのためになるっていうのは本当に一回一回視聴者さんの問題解決をしてくれるっていうことに尽きると思うんですよまあなんせね雑談を聞きに来てるわけではないんですよねそして雑談から売り上げが生まれないんですよ必ず自分の悩みを解決してくれるだろうなと信頼するからこそ商品も売れるし無料登録も起きるわけなんですよね まさにね、無料でも受け取ってもらうのが難しい時代に、無料だからいいだろうと思ったらそんなことはなくって、そもそも集客することすら、アクセスを稼ぐことすら難しくなるんですよ。そしてテクニックに走った集客っていうのは、売れることもないような人を集めてしまうんですよね。ですんで、いつも視聴者さんで賑わってるけども、一切物は売れないってことになります。もしくは短期間で売れなくなってしまうんですよ。まあそれはですね、 まあこの人からは物を買わなくていいだろうっていうふうな先入感、安心感で視聴を繰り返すってことになるんで、性別も見るけども全く響かないってことになっちゃうんですよね。まあ、ですんでね、やっぱり二つ目の要素として、はっきりとイエスーをすることっていうのが求められてきます。売れる YouTuber さんって、やっぱりね、はっきりとしてるんですよ。自分がどんなものが好きなのか、例えばね、どんな野球が好きなのか、宗教はここはダメだ、危ない。 っってていいう,うな位置づけをしていったりとか自分の応援する政党はここだみたいなねまあそういうふうな普段タブーとされていてなかなか表現しにくいことをはっきりと表現するから共感が得れるしもしくはね同じ方向を向いてない人でも正直な人だなと信頼できるなっていうふうになるわけなんですよいつも曖昧でなんとなく回答をする人ってのはとても相談相手には向かないんですよねズバッと本音を言ってくれるそう思うからこそこの人に信頼をしてみようかなとこの人に 自分の判断を預けてみようかなっていうふうになるわけなんですよね。やっぱりそういうふうなね、曖昧な人っていうのは、市場から撤退していきますね。なぜなら、何を考えているか分からない、信頼できないっていうふうに、落印をされるからなんですよ。だから常に自分の思っていることを正直に話すことかなと思います。それは勇気がいりますよ。視聴者さんの中では、やっぱりね、自分が方向性をし示したことによって、この人の言うことにはついていけないっていうふうに思われることもありますからね。ででも曖昧にしたま,までは はっきり言って、本当にファンになってくださる方も判断が鈍るってことになります。ですんで、右なら右、左なら左、考えが変更したら変更ですよ。っていうふうにすることによって、あ、この人はいつもはっきりと物を言ってるな、ついていけるな、と思うわけなんですよ。まあ、NHK 党っていうね、あの、政党があります。国政政党がありますけども、その代表の立高隆さんは、優勢思想は否定しないって言ってるんですよ。優勢思想ですよ。で、 これれっていいううのは受け入れ難い人も多いと思うんですよ。何政治家が優勢思考を肯定してるのじゃあ弱い者にはどうなれって言うんだみたいなね強くなれないものはどうすればいいんだみたいなねなっちゃいますけどもでも冷静に考えてみるとね私たちはいつも他者を優でで見てるんですよ。まあ、例えばね美味しい牛肉を食べたいと思ったら品種改良とかいわゆる掛け合わせをした優れたサラブレッドみたいな牛を私たちは食べますね。 神戸野球はんで食べるのに無名の牛は食べないんだって話になりますよね。で結局私たちは、まあ、動物に対しても環境に対しても対人に対しても優れたものとお付き合いをしたいと思ってるわけなんですよね。だから結局全員優勢思想なんですよ。言わないだけで。ただただですよ。その優勢思想の中でも100%そうではなくて優れた人に頼ることによって弱った人を守ってあげようっていうふうなね。こういった包容力があるとやっぱり 人としてちょっと道徳的にね、認められることになるんではないかなと思いますし、すべての人が弱いものを放置しておきたいなんて思わないんですよ。弱い人を助けるためにも、自分が強くなって、選ばれないといけないっていうところなんですよね。で、私も同じですけども、YouTuber として、稼ぎに強くならなければ、ライバルに勝たなければ、家族は路頭に迷うことになるんですよ。そればかりが自分自身も生命が危うくなりますよね。ですんで、誰よりも自分自身を優れた人間に育って,ていこうと思う、その気持ちが、 YouTube にああられてる必要がありますつまり3点目っていうのは繰り返し自分の強みをアピールすることなんですよね売れる YouTuber の資質3つをまとめますと、まあ、差別化をはっきりしてますかってことなんですよ自分はここが他の YouTuber とは違いますよっていうふうに名言を繰り返しでいるかってことですね2つ目ははっきりとイエスのを自分で表現してるかなんですよ人に嫌われる反感を得ることをもう覚悟して曖昧な態度を取らないことはっきりと右なのか左なのか 上なのか下なのかということを言うことですよねで、三つ目は繰り返し自分の強みをアピールすることなんですよね差別化イエスのは,はっきりすることそして強みをアピールすることこの三つを繰り返す限りファンの方は離れないと思いますし単なる再生数じゃなくてもうね信者たる再生数がそこに見えてきます単なるクリック率が大きくて一万二万という再生数を稼ぐわけではなくて最終的には強い信頼関係をもとに 商品を売っていくわけですからね。まあ10年間売り続けた私がこのように判断しております。えー、そして覆面 YouTuber を目指す方これからもたくさん出てくると思います。で、覆面 YouTuber を選ぶってことは今までご自身が培った人脈、つまり信頼関係を使わないという決断なんですよ。私はね、顔出し YouTuber ですから、例えばいろんな人と出会う中で 僕 YouTube やってるんですよって気軽に言うことができるつまりはアクセスを伸ばし続けることがリアルでもネットでもできるんですよでも覆面 YouTuber をしてる人っていうのは自分は顔出しをしてない YouTuber してますっていうふうに結局周りの人にね伝えることができないわけじゃないですか、まあ、ですんでリアルはネットともう完全に切り離されちゃうんですよねじゃあその不利を補うさらなる強みや目標がきちんと明確になってるかってことなんですよねまあ例えばね私がね アダルトサイトの運営をするとしますよね。YouTuber として。さすがに周りの人に言えないじゃないですか、ね。だから結局はこういうことなんですよ。見ず知らずの人ばかりの土地に引っ越すっていう感覚なんですよ。そうすると周りに知り合いなんていないですから本当に一つ一つ信頼関係を作っていくしかなくってそのためにどんなきっかけも ものすごく慎重に大切にしなければならないませんしそういう土地で一回信頼を失うと誰もが見向いてもくれなくなっちゃうんですよでそういったダメージはありますよね、うん、ただでさえ誰か分からない本名も分からない顔も分からない人っていうのは人は警戒心をなかなか解かないわけですからそこに対してどれだけの突破口をね自分が持っているかってことを再度認識してまあ顔出しをしない YouTuber っていうね、えー、結構不利な道を歩んでいく ことになる方だと思いますよね。で、逆に言うとですね、覆面 YouTuber、顔出しをしない YouTuber を多くの人は避ける傾向にあるので、参入障壁が高いって言うんですよ。ですんで、一回道を確立すると不動のものになります。ぜひね、覆面 YouTuber を目指す皆さんには、ちょっと頑張ってほしいなと思います。その意味でも、タカさんの覆面 YouTuber アカデミーをね、昨日ライブ放送でもやりましたけども、 ま、あの、このアカデミーを頼りにしていただければいいんじゃないかなと思います。事情によって顔が出せない方、私は顔出しをしますから、顔出しをしない YouTuber として、もしね、自分のことをスタートさせたい方は、もう私よりもタカさんの方に相談した方が今はいいんじゃないかなと思います。で改めてね、覆面 YouTuber アカデミーの、まあ、無料体験とかね、格安体験とか様々なものがあると思いますので、ぜひお問い合わせいただければと思います。じゃあ、タカさん、連絡が来ましたらよろしくお願いします。 じゃあ、気になる男、今回は205話でございました。次回206話も楽しみにしております。よろしくお願いします。